はいどうもこんにちは、あずきがむゲーム実況チャンネルです。今日はね、グリアドの方をやっていこうと思うんですけど、今ねグリアドの方で降臨破壊の冒険というね、ウボウギンのキャラクターがウボウギンが手に入る、降臨イベントがやっております。なんでね今日はこちらのね降臨の方を挑んでいきたいと思います。ということでね、こちらが、今回使うパーティーになってます。一応まあ説明しておくと、ウボウギンね守護が対守護の極意がね確実に必要になってて、対守護の極意持ってるクラピカがまあ運よく出てたのと、まあクラピカの、再燃カードかなと、あとまあ一応これビスケの回復のカードなんだけど、これもね対守護の極意ついてて、綺麗に対守護の極意の、ポイントがね10になってるわけでございます。これでマックスなんで、まあまあまあこいつがいれば基本的にはうまく討伐いけるんじゃないかなと思っております。で一応相性が悪いんですけど、キルアの方を入れてます。キルアね攻撃回数が多いんで、まあ、AP が溜まりやすいっていうメリットもあるし、まあ、他にね強いキャラクターもいなかったということで、まあ、今回はこちら採用しております。でウボギもね、まあ、キルアと同じ理由でモンスターがいなかった、キャラクターがいなかった、そういう理由で採用なんで、まあ、メインはクラピカ君になりますね。ということで早速バトルの方で解説しながらやっていきたいと思います。にしてもね、このクエストめちゃくちゃ難しいんでね、まあ何度やるかわかんないんですけど、一応 50% ぐらいで勝てますね。俺だけじゃないんで、みんながみんなちゃんと動きを分かってやってくれないと勝てない。でこれ横にずれてる。おそらくね吹き飛ばし技これ来るんでね、これは食らって OK で、これ食らった後にねスタン吹き飛ばしダウンを使わないと即死技が来るんで、ここでナルカミをね2連続で打って、これナルカミがダメージアップの技なんで、これでねみんな一気に削ってっていう感じでやる。であとはもう AP 溜め、ゆっくり AP 溜めときゃいいんだけど、おそらくねそろそろ守護の技が来るはずなんだよね。で今の赤いびっくりマークは絶対に避けないとダメ、あれは即死技。結構ね即死技が多くて、あのちゃんと人がいないと勝てないっていう、やぶないやぶないやぶない、いやー気が抜けないね。でね今いい感じに削れてますね、多分だね。ジャジメント時代に使っちゃおう、余裕あるんで。いやいやいや、こんな来る、危ない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 、本当に全然気が抜けない。これで多分守護ね今これ張ってるんで、これ守護全力で破壊しないといけなくて、これはねもうスキルっていうか、もうこれアクションスキル使って一気に突破して、でスタンも発動、危ない、よしよし、一気にここはもう火力で攻めましょう。あと少しなんでね、よしこれで倒せたか、はい無事勝利ですね。まあ、こんな感じで突破します。ってな感じでね、一応今ねやりながら解説してたんだけど、多分ね早すぎて聞き取れてないと思うんで、それぞれね、今からちゃんとゆっくりとして説明を入れたいと思います。なんでまあここからね見てくれれば大体わかるかな。まず、守護っていう技を相手が使ってくるんだけど、あの守護はね確実に破壊 しないと、即死ダメージ飛んでくるんで、あれ絶対破壊してください。で破壊するためには対守護を持ってるカードを、まあ対守護を持ってるキャラクターをね、1体必ず用意して そいつでね一気に攻撃をするっていう感じかな。で自分の場合はクラピカ君 で周りがね結構頼りないことも多いんで、必殺技もねあそこで使うことによって、まあ、あの守護をね破壊できる可能性を少しでも上げると。まあ、あとは、守護が切れたタイミングでジャッジメントチェーンを使うことによって、まあ、スタンがね、スタンかな確か。スタンが入るんで、それでね、即死技が止まるっていうので、まず守護を解除して、その上で、相手の攻撃を止めないといけないっていうんで、まあ結構大変なんですけど、あれができるかどうかで、勝利できるかが変わってくるんで、皆さんもね、そこのところぜひ注意してやってみてください。で、あとはね、多分、右上にね最初のタイミングかな、最初のタイミング、スターをね入れないといけない場面があるんで、あそこでねまあ自分は、キラ君のスキルを使うことによってスター入れてたんだけど、まああのタイミングかなで
で何かしらね、スタンを入れないと、これまたねダメージ食らうん で、逆にスタンを入れると相手の動き止まるんで、もうすごいいい感じにねうまくいくと思います。で、吹っ飛ばしを入れる人もいるんだけど、吹っ飛ばしだと動いちゃうんですよね、すぐに。なんで基本的にはスタンを入れた方がいいです。その守護後とか守護後のその動きを止めるやつは吹っ飛ばしよりもスタンの方が強いんで、スタン持ってる人はなるべくスタンを入れてあげるといいかなと思います。こちらね、鳴神っていうカードなんだけど、効果でね、敵に被ダメージアップ付与っていうのをね15秒 20% 付与できて、これ効果がね重複するみたいなんですよ。なんで、まあ、一番最初のタイミングがみんなねタコ殴り盤面になるんで、あそこで鳴神をできるだけ打つことによって、まあみんなのね火力アップにつながるっていうので、あそこのタイミングがすごい鳴神打ちやすいところなんで、鳴神持ってる人はあのタイミングで鳴神をできるだけ入れてあげるといいと思います。であと、赤い小さなマークで赤いね、びっくりマークが出るときがあるんだけど、あれもね即死技となってますんで、まあ、気抜かないでね画面見て、範囲に入ってたらフリックしてすぐに避けるってことが重要かなという感じで、以上ね攻略の説明になります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。